金子彦太郎、金子彦太郎、12月15日から1963年12月4日は、昭和時代の政治家、衆議院議員、静岡県富士軍、今泉村長、吉原市長、静岡県会議長、大日本帝国陸軍軍人、最終階級は、陸軍砲兵将尉富士市名誉市民、金子利七の長男として、 静岡県富士郡今泉村に生まれる。小学校卒業後、旧正静岡中学校に学び、1905年、札幌の学校林学科を卒業した。翌年の1906年9月、陸軍に入り、陸軍砲兵将尉に進み、1910年、除隊帰郷した。1921年、今泉村会議員に当選。勤めた後、 同村助役を2期。1935年、今泉村長に就任し、1942年に吉原町と合併するまで務めた。また、1927年10月より、静岡県会議員を4期。同議長も務めた。他、軍農会長、茶業組合長、養産業組合長、県農会名誉幹事、県茶業組合連合会議処理事、 県養産業組合連合会長、県土地改良協会、県河川海岸協会各会長を歴任した。1942年4月の第21回衆議院議員総選挙では、静岡県第2区から翌3政治体制協議会の推薦を受け出馬し、当選。衆議院議員を一気務めた。議員在任中は翌3会政調文部。 農林兼務委員を務めた。戦後、公職追放となった。追放解除後の1952年に吉原市長に当選し、3期務めた。特に地産地水に力を入れ、内山財産による2400ヘクタールの植林造成に尽くした。ありがとうございます。